ここぞという時に武器がない。そんなあなたを助けるタイガー道場開幕です。さて、勝敗とは戦いを始める前に決定しているっていうのが一般論よね。はい、その心は弟子1号。何の策も武器もなしに戦いに挑んじゃダメってことかな。うん。敵は金に明かして最強部隊を揃えている反則サーヴァント。ならこっちも一つぐらいは逆転可能な武器を用意しておくべきです。うん。じゃあタイガー、決戦前夜からやり直してなんか新しい武装を用意しろっていうの？そんな一朝一夕で何ができるっていうのよ。これができ、セーバーちゃんの宝具はもともと3つ。その最後の1つを用意してあげれば、あとはなんとかなるってもんよ。そっか、返せばいいんだね。うむ。カエサルのものはカエサルへ。なくすには惜しいものだったけど、やっぱり拾い物は持ち主に返さないとね。ほら、タイガにしてはいいこと言うのね。腐っても学校の先生ってところかしら。あはは。ああ、褒めて褒めて。はいはい。それじゃタイガがいい気分のうちに嬉しいお知らせをしちゃいます。本編の端っこでつつましく続いていたこのコーナーだけど、なんと今回で最終回。次回からは装いも新たにタイガー道場第2部タイガ負債1億円編が始まり、次は舞台を私の後ろに移して立ち絵も音楽も発売ハードも一新、制作費も倍になって、おまけコーナーとは思えない充実ぶりになるんだから。ガッハッハッハ、なんか重ねてめでたいな。よくわからないけど、ウォーズからメタルスに CG が変わるようなものかしらね。そうっす師匠、次からはこんないかにもやっつけ仕事の立ち絵から解放されるのです。素晴らしい。そうと決まればさっさとこんな道場ともおさらばしましょう。いい、みんな、第2部への鍵は3日目。一度エンディングを見た後なら3日目の夜に今までなかった選択肢が増えているはずよ。そこをめめめ、レージュでも何でも使って暴れ回る暴虐ライオンを止めるべし。そういうこと。